関連所へようこそ。毎度 DJ 大将でーす。というわけでね、関連所ではなくね、今日は、まあ、商品開封動画という感じでね、ある商品を買いましたので、それをねやっていこうと思います。さあ本題に入っていくとですね、皆さんヘッドホン大事に使ってますかね。DJ にはまあ必須道具であるヘッドホンですが、まあ、他の人、DJ じゃない人と比べて DJ はですね、ヘッドホンをこうやって、まあ、つけっぱなしってことはないんですね。まあ、ここからこうずらしたりだとか、まあ、こうやってつけて、こう、僕結構こう、帽子かぶってる時はこうするんですけど、あと首にかけてこうしたりとかね、いろいろね、こう、こうなったりね、なんかいろいろ形を変えてね、ここの部分が丈夫に作られてたりするんですけど、まあどうしてもこのイヤーパッドの部分ね、革でできてるので、まあ汗とか汚れとか、まあもちろん擦れが一番大きいのかな。まあとにかくね、劣化しやすいと。まあ普通に40分のプレイ、1時間なりのプレイで何回こう擦れがね、何回こう、動かして、こうしかもプレイ中に汗をかいてっていう風でね。こちらに僕の10年ぐらい使ったヘッドホンあります。もうめちゃめちゃ、もう我々ですね。この部分は、全然、もう折れる素振りもないですが、こっちがね、もうすごい劣化します。もう交換せよっていう、イヤパッドごと交換せよって話なんですけど、まあ汗とかね、擦れがね、我々になっちゃってると。で、まあ他にね、もう一個僕持ってるんですけど、こっちのデノンの DNHP1000 ね。こちらね、全然めちゃめちゃ新しい方ではあるんですが、見えますかね？ここら辺、ここですね。ここがちょっと、こう削れちゃってますね。で、これって、僕メガネかけながら練習とかするので、現場では結構コンタクトを使ってるんですけど、メガネのここの部分がですね、こうやって当たって、で、こうしたりこうしたりして、ツルの部分が当たっちゃって、削れてますね。まあもちろんイヤーパッド交換とかもすればいいんですけど、まあそれをね、事前に防ごうという商品をですね、ルーピーリレーの、このヘッドホンの話をしてまして、DJ トムザ SC が使っている商品ですね、僕も購入しまして、まあ実際それつけてみて、感想をね、少し、こう、DJ の目線で、言っていこうかなと。まあ、せっかくね、買ったので、まあ、つけてどんぐらいでつけれて手間なのかなとかいうのもね、やっていこうかなと思います。では、発表しましょう。こちらの商品です。デン耳マンモーということで、新品のね、商品でございます。これはね、開封しながらこうつけてみてやっていこうかなと思います。フィフティースクエア株式会社さんからね、発売されてます。僕は Amazon でね買いました。色はブラックということでね。トムさんは確か、青の迷彩かな。いろいろね、カラーバリエーション、迷彩だったりだとかね、真っ赤っかのやつだったりだとかね、ヘッドホンに合わせて選べばええかなと思いますね。では早速ね、これを開封から、つけてみて、つけるのにどんぐらい時間かかるのか、で、音質がどんだけ変わるのか、ね、いろいろレビューしていこうと思います。さあ、というわけでね、早速耳マモをですね、この僕愛用しています ATH-M50X ね、限定カラーなんですよ。かっこいいでしょ。で、今これをねやっていこうかなと思います。まずね、まあ開けてみましょうね。開けてみて、さあどんな感じで入ってるかというと、こんな感じですね。まあイヤーパッドのカバーですね。案外こう薄いかな、向こうが見えそうですね。外してみましょう。こんな感じですね。ちょっと広げると、ちょっとピントが合ってない。大丈夫かな。ピントはピントははい、ピント合わせてきました。で、まあ、こんな感じですね。ちょっとこう、薄いですね。まあ、0.5 ミリだっけ、ね、薄さがありますが、まあ、これ中に、ね、説明書が、マニュアル書いてあります。まあ、これね、まあ、読んで、選択できるのとかね。いろいろ書いてあります。圧迫感を感じるときは、みたいなね。まあ、こんな感じで、書いてありますので、まあ、これにね、従って、
まあ、つけるまでの時間をちょっとね、このタイムストップをね、タイムストップってなんじゃん、ストップウォッチを使いながらね、どんぐらいでつけれるかなっていう感じでやっていこうかなと思います。というわけで、一回熟読してきます。はい。さあ、ではですね、つけていこうかなと思います。さあ、果たしてどんぐらいでつけれるのか、ノーカットでお送りしますので、頭早送りすると思いますが、では参りましょう。よーい、ドン。はい、できました。かかった時間はまあ5分弱ですね。まあ、僕ちょっと今必死こいてやって、で、まあ多分ね、ここの間に入りやすい肉いがあると思うので、こっちの方がいいかな。このね、間に入れやすい入れにくいがあると思うので、答え差はありますよね。まあたった5分でね、できた作業なので、まあ、特にこうしてみると、クラブだとわかんなそうですね。まあクラブだと暗いしね。さあ、これね、音質どんなもんなのか、じゃあ聞いていこうと思います。さあ、では早速ね、まずは装着感をね、確かめていきましょうかね。ちょっとやっぱ違和感ありますね。この丸いね、まあ、穴の部分と言いますかね、これがね、全部塞がれてる状態なので、ちょっと圧迫感あるっちゃあるかな。まあでもそんなにめちゃくちゃ気にするほどでもないかな。まあ薄い布だしね。慣れでしょうね、これもね。やっぱり、ずっとこっちの穴がある方を慣れちゃってる。で、肌触りは別にそんなに気にならないですね。サラサラの生地なので。別にそこまで。むしろ気持ちいいぐらいとね、なってます。では、早速音を確かめてみましょうね。ちょっとやっぱ布が一枚挟まってる感、まあそのままですけど、まあ、みんなが想像して薄いあの布が耳に一枚挟まってるのを想像すれば多分それがその通りなんですけど、やっぱちょっとなんか、音が布一枚分もやるというか、そんな感じですね。比べると明らかに布ない方が綺麗ですね、これね。なるほどね。はい、僕の見解としまして、まあ、つけやすさ、まずね、手軽かどうか。結構、まあ、手軽は手軽でしたね。まあ、1枚5分ぐらいでつけれるんで、まあ、2枚やっても5分、ね、10分ぐらいでつけれちゃうので、まあ、手軽は手軽かな。すぐ使えるかなと思います。ね、つけ心地ですが、まあ、ちょっとやっぱ違和感ありますが、多分慣れだとは思うので、これによって耳が痛くなるとか、そういうのはないとは思うので、まあ、別に全然合格点になるんじゃないかなとは思います。で、音質ですね。音質はやっぱり布一枚挟んだ感じがあるので、まあ、こう、ヘッドホンを酷使しない人だったら、まあ別にいらないのかなとは思います。逆に、だから DJ だからこそ、まあ、ほんのちょっぴりね、音質落ちたところでモニターはね、全然平気で取れるので、DJ のこのヘッドホンを守るというね、ことに関してつけるっていう風だったら、まあ全然つけてもいいのかなとは
思うレベルですね。まあ、出音じゃないので、所詮はね。僕らヘッドホンのだけの、ね、音なので、まあなんで、普段使い用のヘッドホンは別につけなくて、まあ DJ 用のヘッドホンにはつけてもね、いいかなとは思いました。これね、擦れたりね、全然こう守ってくれはするので、まあもちろん最奥のね、ここのやつが傷つく前にここが傷ついたりすればちょっとね、それで対策も取れると思うので、まあ、うん、いいんじゃないかなとは思います。ちょっと僕もね、しばらく使ってみようかなと思います。で、まあよかったらもう一個買おうかな、みたいな。ね、そんな感じで思ってまーす。さあ、いつもはですね、アニソン DJ 教則動画ということで、僕は鍛錬場と名付けてね、やってますが、まあ、今回のこの動画は DJ、ね、どんなジャンルの DJ でも使います、ヘッドホンについてね、やったので、まあ、いろいろこうね、参考になったかなとは思います。んで、まあ、うちのメンバー、ファンコットが強かったりね、ヒップホップも強かったりというね、メンバーやってますので、アニソン DJ 以外の人でもね、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。ね、まあ、そのうちまたね、鍛錬場別で上げていこうと思いますが、まあ、この動画でね、知った方、アニソン DJ の方、ね、ぜひぜひ他の動画を見てください。はい。さあ、次回はですね、特に決めてないですが、まあ、また、このアニソン DJ としてね、僕はアニソン DJ として鍛錬場をね、やっていこうかなと思いますので、まあ、ルーピーリレーの動画、他の動画もね、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、また次回もお会いしましょう。おっす。